タロ散歩チャンネル。まあというわけで、時間がだいたい今1時10分、ただ1時10分なんですけれども、これ見ると15分の十勝6号っていうのが札幌行きのがあって、で苫小牧行きの34分っていうのがあって、なんとなんとその後の37分千歳行きっていう、これになってるんですよ。今2番線でしょ、これ2番線じゃないですか。どうやらね、30分近くここにずっと停車してるみたいなんですよ。ただ私はね、この次行くのが、これ乗ろうと思ってるんですよ。千歳行き乗るんじゃなくて、ずっと行ったこの05分の岩見沢行きにこれ乗って行きたいんで、この列車はここまで。ここの古戦橋もなかなかに年季が入ってきておりますけども、いつぐらいからこれあるんでしょうね。貨物列車もやってまいりました。帯広方面からは特急トカチがやってきました。これは札幌方面に行きまして、ここのホームに入りますね。特急と入れ違うように貨物列車も釧路方面に向けて旅立ちました。まあ、帯広かも分かんないですけど、帯広か釧路方面に向けて旅立ちましたね。でですね、別に電車取りに来たわけじゃなくて、ここ行こうかなと思いましてね、1時間ぐらいあるんで2時5分なんですが、道の駅安平デゴイチステーションで歩いて15分ぐらいのところにあるらしいから、ちょっと行ってみようかなと思うんですよ。一回行ってみよう行ってみようと思って、なかなか行く機会を、ね、逃してたんで。ということで、小岩駅、なんかすごい久々に降り立ちましたね。まっすぐ登ったところは小学校で、小学校の脇を歩いてもうちょっと行くと道の駅があるんですよ。ちょっと今日はそこに行ってみようかなと思います。ちなみにお隣の方にお風呂がありまして、5月ぐらいかな、5月だか6月ぐらいにここ1回入ってますけどね。今日はちょっと別なところに行こうかなと思ってます。それから追い分けは今安平町っていう町なんですけれども、安平町もやっぱりコミュニティバス的なものがあるんですね。循環バスがどんぐらいかな、5往復10本というところでしょうかね。そしてこれ昔からあるここの追い分け橋のこの橋の欄干の、なんかというか入り口のところのこれ SL の動輪をかたどったやつ。まあここの町はなんで栄えたかというと、基本は夕張方面から来る夕張線と、そして岩見沢から来る室蘭線と、その合流地点で、でこの駅の向こう側がすごい広い敷地があって、そっちの方が昔はいろんな列車がここにたむろってたっていうようなぐらいすごい鉄道で栄えた町なんですけれども、今はそういう風でもなく、
だいぶひっそりとおとなしくはなってしまいましたけどね。あ、こんなところにホテルがありますよ。ホテル渡辺さん、テイクアウト、うどん、そば、カツカレー、寿司、ラーメン、営業中というふうに書いてますね。でですね、そう、この坂を登って学校の脇を通っていけば、あの道の駅なんですけども、そういう案内は書いてないですね。空港にまあまあ近いんで、飛行機は結構低空を飛んでますよ。阿比良町立追分小学校、あの坂の上までやってまいりました。こんな感じでこっから見下ろす追分駅もなかなかいい感じの景色になりますね。ただ、ね、道の駅行くんだったらこっち曲がらなくちゃいけないんですよ。ちょっと息が切れてきた。で、この学校のグラウンドがこの辺にあるっぽいんですけど、地図見る感じ、これ沿いに行くと道の駅が出てくるはずです。これは何だろう、グラウンドに入っちゃうのかな。よっしゃ。ああ、なんか、そうっぽいですね。ただ、ここにも SL の通りがあるや。こんなところに SL の通りがあるや。ちょっとだけ見て、ちょっとだけごめんなさい、お邪魔しよう。ここには、レゴ市の929の通りが、こんな感じで、飾られています。場所は、追分小学校の脇のところ。多分知る人あまりいないんじゃないかな。で、再び、また道沿いに歩いてますけれども、これをこっち、右に曲がって、ちょっと行けば、もう道の駅があるはずです。あの、これがお風呂のあるところかな？そうですね。これが、あの、追分駅前の、あの、お風呂です。なんて名前だったかな？なんか500円ぐらいで入れるところなんですよ。で、ここにはまた、古そうな、あの、柱が立ってますけども、追分八幡神社って書いてます。でもこれはお寺なんですよね。聖道山なんて言ったらいい、安立寺かな。安立寺っていうような、そういうお寺なんですけども、神社ではないんですよね。あ、ここに書いてた。安立寺。ようこそお寺へ。どなたもお参りください。いいですね、なんか一見さん歓迎みたいな、そんな感じですよ。京都の料亭よりもとっても良心的ですよ。ここが阿比良町立追分幼稚、縁の字が取れてますけどね、幼稚園があって、でさっきの小学校のグラウンドがあって、でその裏に見えるもうこの建物が道の駅です。あ、ここに神社あった。これが八幡神社か。あと見てください。すごい。ヴィンテージものの、すごい。クラシックカーが止まってますよ。ちょっと、人んちなんてこれだけにしときますけれども。いいですね。ああいう感じの車いいですよね。あとね、この、グラウンド1個分歩かなくちゃいけないんで、といっても、まあ、小学生のグラウンドだから、中学校とか高校のグラウンドより広くないんで、まだ歩きやすいんですけども、それに加えて、そう、道の駅の敷地分も歩かなくちゃいけないんですよ。それで、やっと道の駅って感じですね。裏手口なんで、こっちの方が。このぐねった道を降りたあたりが国道234号線かな、国道234号線なんですよ。今は室蘭本線ってあまり列車走ってないんですけども、こっちは苫小牧から岩見沢に抜ける道として、まあまあ車通りはあります。やっぱり車だとね、好きな時に好きな時間で好きなだけ走れますからね。やっぱりそういうことを考えると、やっぱりどうしても車に軍配が上がっちゃう時代ではあるっちゃありますけどね。と車の台数もこんなにある感じで、まあまあ混んでますね、今日は。こっち側にも駐車場があって、こっちにもそこそこ車が止まってるんですよ、この一角に。あと、そうそう、このマンホールの蓋が、見てください。レゴ1320って書いてます。ここの道の駅は、キハ183系の、列車と、それから、SL デゴイチが飾ってあるんですよ。まあ冬なんでこんな風にシートかぶせてあるんですけどね。で夏になるとね、そう、シートなしでちゃんと見ることができますからね。
ということで、道の駅アビラデゴイチステーション、あ、ここにもアビラ町の循環バスが止まるみたいです。こんな感じで鉄道資料館的なものが道の駅の中にあります。ここは入れるっぽいですね。あ、でもね、SL は中に置いてあるよ。それとなんかどっかの特急列車で使ってた座席がここにも。これとそれから今外にある183系と展示されてるという感じなんですよね。ちょっとね、細かいところ見ていきたい気もするんですけれども、まあ、ざっくりね、1939年昭和14年に作られて、1976年昭和51年に、廃車になったという、そういう機関車です。デゴイチは1115両生産されて、まあ、日本でやっぱり SL ってこれですよね。昔の駅名看板もあります。阿比田町と早北と合併して阿比田になる前は追分町だったんですよ。でも追分町ってもともと阿比田町という名前で、早北と分かれて追分町になったんですよね。だから阿比田町が一時期分かれて、数十年してまた合併して今阿比田町になったって感じなんですけどね。以前は、ね、東追分っていう駅が川端との間にあったんですけども、数年前に廃止になってしまいました。後の駅はありますね。これが今の南千歳駅。こういうね、なんていうか札、あ、なんかサイドボード、サボっていうらしいですけども、そういうのも飾られております。中に入ることは向こうからできるっぽいですけど、あとこういうね、なんかちっこい電気機関車とかもありますよね。これは何だろう。まあでもね、こういうような鉄道遺産が置いてあるのがここの阿比田町の道の駅の特徴ではあるんですよね。これが2代目の追分駅舎。今が3代目かな。これですよね。追分駅改築記念、昭和55年1980年に改築されたんですね。あ、こっちからも入れないや。なんかイベントがあれば入れるかもわかんないですけど、普段は中には入れないっぽい。なんか昔の新聞の4コマ漫画にありそうなこういう絵がありますけどね、指差し確認。でもこれは札幌鉄道管理局っていうふうに書いてあるから、やっぱり実際に使われてたものなんですね。まあ、ちょっと短い時間の滞在でしたけれども、ちょうどね、パンが売ってたんでパンを買ってきました。4つ、ですね、なんかデゴイチのなんかマークが押してある星あんパンと、それから定番のメロンパン、そして調理パンがじゃがいもパンとミートチーズパンというのがあって、合わせて670円かかりましたけどね。すいません、なんか名前覚えきれないんで、ちょっと今レシート見て一生懸命読み上げてましたけれども、でこれを、そう、岩見沢行きの列車は今度はさすがにね、小学生のキッズたちが乗ってるってことはないと思うんで、まあ、ゆったりのんびりしながらちょっとパンでも食べながら行こうかなと思うんですけどね。なんかそうやって油断してると列車に乗り遅れちゃったりとかしちゃったりすることもあるんで、あと15分ですね。あんまりちょっとあちこち寄り道しないで、まっすぐ駅まで行きましょうね。まあ、とは言ってもね、この学校の真裏をまっすぐ降りればもう駅っちゃ駅なんで、バカみたいに遠くはないんですけども、さっきの追分8番のとこですけども、さっきはちょっと注意してなかったですけど、この曲がってる木が支えられてますけど、すごい立派ですね。まあ、ということで坂を越えるとこんな感じで、今度は駅側の方の追分の街がよく見えます。こっちはこっちでまたなんかいいですね。この風景私は嫌いじゃないですよ。でさっきだと学校の脇をこう曲がっていったんですけども、ここまっすぐ降りても追分駅行けるっちゃ行けるんで、ちょっと今度はまっすぐ降りましょうか。せっかくですからね。
ただね、この坂道、さっきのもそうなんですけど、めちゃくちゃ重力を感じるんですよ。立ってるだけで下に行くんですよね。だからさっき登るときはもうなんか重力に逆らってきたんで、結構なんか登り切ったときすっごく疲れた。まあでもね、駅あそこですからね、ここですからね、あと10分ちょいで、あと10分ちょいでここに間に合えば全然大丈夫ですからね。よいしょ。ちょっと、足が勝手に動く。いやでもこうしてみると結構街としてはまあまあ新しいですよね。なんか古さをあまり感じない、なんか寂れてる感があんまないんですよね。この辺の人ですと千歳あたりとか結構学校を通ったりするんですよ。追分のあたりはそうそう、千歳方面に通う人多いんですよね、高校とか。千歳あたりで私そう仕事で塾の先生とかやってると、たまに追い分けあたりからそう塾に通ってるって生徒さんも見かけます。もうちょっと遠いところとかいるんですけどね、地元に塾がないから。だから学生さんとかも列車の時間帯とかによってはまあまあ乗ってたりするんですよ、この辺ぐらいまでは。まあ、ここに焼肉屋さんがありますわ、焼肉形状館。なんか追い分け町っていうか阿弥陀町のグルメっていうのはいまいち私よくわかんないんですよね。なんか追い分けらしいものっていうのがちょっと思いつかない、農業とか今普通にやってますからね。こういったなんかやっぱり独特なパンとかもありますけれども、あと今日買わなかったんですけども、なんだっけ、菜の花の蜜を使ったパンとかもあるんですよ。あれがなんか道の駅の一番人気みたいですけどね。よいしょ。宮見沢方面はちなみに2時台に乗り遅れたら今度6時台までないんですよね。ここは居酒屋かな、水晶どんとこい。やってる感は、あ、やってますね、やってるっぽいですけどね。で、ここが阿弥陀町追分の温泉ぬくもりの湯っていうそうです。ということで追分駅に戻ってまいりました。あ、そうそう、あとね、飲み物が欲しいですよね。なんか今日ね、あんまり胃の調子が良くなかったんで、ここまで何にも食べたいって来てるんですよ。ヌバーメ1回か2回ぐらい舐めたかなってぐらいで。だから今日ね、初めての食事がこれなんですよ。これから朝ごはん。お昼の2時に朝ごはんですよ。まあなんか買いますか。あ、向こうにもコカ・コーラの自販機あるかな。ここに。駅の中にクリスマスツリーが飾ってあるんですけど、そこを見る、下を見るとですね、クリスマスツリーに願い事を書いてみませんかっていうふうに書いてるんですよね。なんかこう、七夕を彷彿とさせる何かを感じますけれども、ただ、願い事らしきものがまだね、書いてない、吊るされてないんですよね。まあ今にね、ちょっと時間がないので今日やめてきます。あ、ちなみに、そう、ここにもね、追い分けのね、そう、鉄道の歴史の何らかの看板がありますから。これから乗るのはこれですね、14時の05分宮見沢行きで3番線。あ、だから一番向こうのホームですね。なんかすごいこの鹿がこうなんか汚れた向きがそうだと思うんですけども、すごく闇を感じる顔をしてますよね。どうせ僕なんかもう誰も見向きをしてくれないんだ。道の駅のアビラサキさんとかっていうなんかキャラクターがいて、そっちの方にみんな注目してんだろうねみたいな。まあ言うてアビラサキさんもどれだけ知名度があるかわかんないですけどね。遠くに列車の影がもう見えてます。あ、そう、ただね、そう、ホームはこっちじゃないんですよね。お迎えのこっちの3番線に入るんですよね。そうだそうだ。
ちなみにこの駅から乗るのは私とそれからあの列車の運転さんかなが一人。今のところは。あ、まあ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 そこそこどかそか座れますね。万有競馬の馬が特徴的な岩見沢までやってまいりました。この後どうしようかな。ちなみにこの馬はですね、木彫りなんですよね。今からおおよそ40年前の昭和55年にここに展示されたそうですけれども、かつてはそうこういうふうにソリを引くタイプの競馬、万有競馬、これが4カ所で行われてたんです。今帯広でしかやってないんですけど、かつてはこの岩見沢とか、どうだっけな、釧路とか札幌とかなんかいろいろあったみたいですけれども、一旦ちょっと改札出ますか。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。